雷が落ちた木は折れる危険性があることなどから市が撤去しました公園は広々としていて避難できるような安全な建物はありませんそしていくつも高い木が並んでいます昨日午後3時半過ぎ、北見市豚田東町の時和公園の木に雷が落ちました公園は北見北斗高校の伝統行事、強行遠足のゴール地点で 校長などの学校関係者や保護者ら8人がけがをしましたがいずれも軽傷です。今日は午後2時ごろから阿波尻地方気象台の職員が現地を訪れ、雷が落ちた木の周辺などを確認していました。どこにでも起きるこういう現象だと思っておりますので、今回はちょっと場所的にですね、この東京公園の方に落ちてしまったっていう。 なぜこれを気に落ちたかっていうのは分かりません落雷があった昨日午後3時半ごろの北見市は活発な雨雲が通過し雷注意報が出ていましたけがをした人たちは木から2、3メートル離れた場所にいて学校側は雷が落ちる前雷が危険なため木から離れるよう呼びかけていたということです